第四代サウサンプトン伯爵トマス・リズリー第四代サウサンプトン伯爵トマス・リズリーは新京都革命から王政復古期のイングランドの貴族政治家第三代サウサンプトン伯爵ヘンリー・リズリーとエリザベス・バーノン夫妻の次男王政復古政権で大倉卿を務めたシュロップシャーのホットネットで誕生1624年に死去した父の借位を継承したあと ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジで学んだ。1642年8月22日に、王党派と議会派の対立が頂点に達し第一次イングランド内戦が勃発したが、サウサンプトン博は、老いのヘンリー・スペンサー、第二代フォークランド死者クルーシャス・ケアリーと共に、恩恵王党派に属し、イングランド王チャールズ一世に、長期議会との交渉再開を働きかけ、 それに応えたチャールズ一世により、ジョン・カルペッパーと共に議会に交渉を求める死者に選ばれ、8月25日にロンドンウェストミンスターの議会へ派遣された。しかし、サウサンプトン博は貴族院で、カルペッパーは庶民院で国王のメッセージを伝えたが、国王に不信感を抱く議会に拒絶された。内戦中の1644年11月に、 議会派からチャールズ一世へ和睦交渉が提案されると応じた国王により、レノックス公爵兼リッチモンド公爵、ジェームズ・スチュワートと共に、再び国王のメッセージを議会へ伝える役目を任され、12月に議会が受諾したため、翌1645年1月にアクスブリッジで行われた和睦交渉に出席した。しかし、宗教政策で監督性を堅持する国王と、 長老性を重視する議会派の同盟相手スコットランドとの間で折り合いをつけられず不守備に終わった。その後議会派へ罰金6000ポンドを支払いイングランドに泊まった。1660年の王政復古に伴い大倉教に任命され、チャールズ2世の側近で大法官のクラレンドン伯爵、エドワード・ハイド、オーモンド公、ジェームズ・バトラーらと共に数密顧問官になり、 政権を担当した。在任中は財務省と大倉省の分離が進められたが、1662年にクラレンドン博に進言し実行させたダンケルク売却は世論に非難され、1665年の第二次英乱戦争勃発でイングランド財政は大きく傾いた。サウサンプトン博も財政上の失敗と老齢で影響力を落とし、 1667年に60歳で亡くなった。同年に、クラレンドン博も失脚し5人の超新集団が台頭したが、大倉省の改革、発展はサウサンプトン博の死後も継続。チャールズ2世の命令で5人のメンバーからなる大倉委員会が結成され、財務官僚で初期のジョージ・ダウニングが、大倉省の歳入、歳出や権限強化に取り組み、 やがて第一大倉卿を中心とする内閣制度が出来上がる方向に進んでいった。サウサンプトン博は王室の浪費に危惧を抱いていたらしく、死後の1669年2月14日にサミュエル・ピープスが書いた日記で、ピープスとウィリアム・コベントリーの会話が記録され、大倉省改革を進めていたコベントリーは、サウサンプトン博の言葉を引いて、ピープスに、 不可能なことは、最後には、不可能だとわかるものだ。つまり国王は、一切の信用と資金源を限界を、超え当人することになるだろう。その時不可能だと判明しても手遅れなのであると、警告している。息子がなかったため、借位とリズリー家は断絶したが、次女レーチェルが、相続人として、ロンドン・ブルームスベリーのサウサンプトンハウスを受け継ぎ、夫のラッセル教、 ウィリアム・ラッセルをはじめとするホイッ等の政治家たちの集会場所に提供した。またレイチェルは、加盟の名残として、息子の名前につけ、父方から、ベッドフォード公爵を継承したライオセスリーの資産家との政略結婚や助爵にも力を尽くし、イゴ・ラッセル家は、イングランド有数の資産家として栄えていった。三度結婚、最初の妻で、 フランスの亡命ユグノーだったレイチェルとの間に二人の娘を設けた。二番目の妻エリザベスとの間に娘を一人設けた。三番目の妻フランセスとの間に子はなかった。ライオスズリー、トーマス。A. ケンブリッジアランナイデータベース。ユニバーシティオブ・ケンブリッジ。ガードナー。P54P55。P67P69。ガードナー。P168P170。P p194p239 浜林 p30p32 今井 p244 塚田 p205p207 水谷 p133 森 p216p220p22 森 p216 レスリー・スティーブン・エド・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー 38 issimo, 3, http,、ピアニッシモ、263、http コロンスラッシュスラッシュ en.wikisource.org スラッシュ w スラッシュインデックス .php タイトル、イコールページ、Dictionary of National Biography Vol.38、ヤブー、269-2009年11月2日、閲覧。ありがとうございます。